どドミさんこんにちは。論文再受験者のための最新情報と学習の指針を始めてまいります。民法を担当いたしますレクセン人講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれではですね始めてまいります。で今回ですねこの動画をご覧になられているまあおそらく大半の方がですねまあ残念ながら。 2018年の今年鑑定士の論文式試験にまあちょっと合格できなかった、ね、そういう方が多いんじゃないのかなと思いますでもその一方で来年2019年こそはね何としても論文式試験に突破してみせるそういうね決意を固めてらっしゃる、ね、そういう方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。でこの後ですね私の方から民法ね民法についてですけどもこうやって勉強したら 来年、二千十九年の論文合格につながると思いますよ。そういう言うべきないろんなお話をですね、してまいりたいと思います。で、その中でですね。あのレックから出している。こうか民法っていうね。あの非常に優れた。まあ、ね、ちょっと自分で言うのはあれですけど、まあ、民法の教材があるんですけども、その使い方に関していろいろお話をし。で、さらにはですね。 えと2018年の今年レックから晴れて論文式試験に合格されたある合格者の方がですね本試験の直前のレックの公開模試で実際にお書きになった答案、まあ、再現答案ですねこれも皆さんにご覧いただきながらね短期で受かった方が実際直前の公開模試でどんな答案を書いてたのか。 もういろんな合格のエッセンスが入ってますんでそういうのを、ね、ご覧いただきながらねお話を進めてまいりたいと思いますぜひどうか最後までよろしくお願いいたしますで、この後ですねこちらねこのタイトルですけどもお話を進めてまいりますでこちらですねまずこの2018年今年の民法の特徴ちょっと軽くおさらいをしておきたいと思います でまず ① なんですけども主要論点ですね主要論点主な論点は、まあ、誰もが一度は見たことのあるあるいは当連で書いたことのあるそういう論点であって全く見たことも聞いいいいたこととももなな論点は出ていないとでもうちょっと言うとあの以前でしたらね昔であれば、ね、結構最新判例をもとにした問題って実際民法で出てたんですけど最新判例の知識を聞くような問題も 出てませんねちょっと安心ですねねこれねであと2つ目2番目ですけども第1問そして第2問とも主要論点は全部、ね、さっきもちょっと申し上げましたけどレックかからら出出してている公家家民法ですねここから出てますねこまだから逆に言うと最終的に民法についてはこの「公かけ」ですねこれをしっかりやっていただければ、ね、十分民法の合格等は欠けるとそういうことなんですね。であと次3番目。で第2問ですね。 今年の第2問の問題なんですけど若干問題文が曖昧でまあいまいでどこまで書けばいいのかなね具体的に言うとこれですね詐欺取り消しまで書くのかな私も実際悩みました論文本試験あの初日にあったんですけども中野の本社に戻って回答を出し合った時にですね一応条文96条上がってるしな書くのかなって結構悩みましたねでちなみに国土交通省発表のこれ論文本試験のね あの発表の時にですね国交省が今年の論文本試験の問題の出題の趣旨っていうのも発表しています。またご覧になってない方はぜひ国交省のホームページでご覧になってみてくださいね。各論文の問題の出題の趣旨っていうのが出てますんで、でそれ見ると詐欺取り消しまで書く必要はないってことが分かります。でちょっと見ていただきたいんですけどもこちらですね。以上今お話したのがこちら出題の趣旨ね今年平成30年鑑定士の論文式試験これ国交省が あのホームページに載っけてますね。ぜひこれまだご覧になってない方ダウンロードしてご覧になってみてくださいで、ちょっと大きくしますよまず1問目ですねちょっとこれ見ておきますね設問1は売買契約が締結された後、ね、ですから後発的ですねその利口がなされる前に売り主の責めにすべき自由によって目的物が名出したね。債務不利口です債務不利口の中の一種類である利口不能、ね、場合において売買契約の 当事者間の法律関係がどうなるかを問うものであるということでね。もう本当にもう基本的な問題でしたね。これはね、もう債務不履行。その中の履行不能ね。もう危険負担書いたって方はぜひね。もうしっかりともう一回ね。あの基本事項を確認なさってください。で、設問2の方ですね。賃貸借契約の賃借人が賃貸人に無断で、目的物を第三者に使用収益させた場合において。 612条ですね。賃貸人がそのことを理由として賃貸者契約を解除することができるかを問うものであるということで、ね。これも本当に基本的な論点でした。で続いて問題2の方ですね。質問1は不動産売買契約を素材として作語無効の要件について問うものであり、特に買い主が売買に際して重視していた事情が、 真実と異なっていた場合にこれを動機の錯誤として向こうの主張ができるかを論ずる必要があるってことでこれさっき申し上げましたようにねこれ詐欺取り消しですね詐欺取り消しも問題になるのかなね結局宅建業者が重要事項の説明間違えちゃったもしこれわざとね嘘の説明をしたんであればこれ詐欺も問題になるんですけども一応ねこの出題の趣旨見てもねやっぱり聞いてない詐欺取り消しまでは聞いてないてそういうことですね動機の錯誤これを書いてくださいと で、あと続いて、説問2の方が、20条との第2回のしたる D からの転得者。ね。これ、いわゆる、配信的役意者か転得者の問題でした。で、第1回のしたる C が、不動産移転登記手続き請求をできるかを問うものであると。ね。で、民法177条の対抗問題についての理解を前提に D が配信的役意者。ね。である場合にその転得したる、えっ、ー、と、E の法的地位についての理解を求めているってことで、これもね、 もう本当がつくくらいの典型論点でしたねここんなところです、ねまあ、一応今の一趣旨をご覧いただきました従いましてねあの2問目の説問1については動機の策を書けばいいよね皆さんの中でね詐欺取り消しまで悩んだ方ねひょっとしたらかなりいらっしゃるかもしれませんけどそこまで聞いてないよ本当に素直にね素直に、まあ、読んで動機の策を書けばよかったそういうとそこですねただその一方でねやっぱちょっとねこちらですね ちょっと問題文が曖昧だな。その感は拭えないと思います。ね。おそらく来年、2019年は、ちょっとその辺はね、あの、改善されるのかな。おそらくね、この2問目ですけども、今年新しく死刑に就任された佐久石先生がお作りになったんじゃないのかなと思うんですね。まあ、ちょっと1年目ってことで、ちょっとまあね、まあ、多めに見てあげましょう。ね。来年ちょっと期待しましょう。ね。で、今度、丸四ですね。問題文の長さ。これ実を言うとね、結構あの、民法の問題ね、もう、 過去問いっぱいありますけども本当に多い時はねこれなんですよ1問が約1,700文字ぐらいあったんですよでそれが短くなって今ではね大体まあ800字から900字ぐらいですねで、まあ、内容も結構ねある程度文字量は今でもありますけど内容は結構一読してねあの受験生の皆さんにも分かりやすいような内容になってますねだから明らかにねあの問題解きやすくはなってますね あと丸5、丸五番目ですけど、試験員がね、今お話し,しましたように、佐久先生に変わったんですけども、あんまりその辺の影響がね、問題文に出てないですね。まあ、さっきのね、ちょっとね、3番目の、ちょっと問題文の作り込みがどうなのかなっていう意味でのね、影響はあった、ありましたけど、ただその論点ですね。被災された論点に関しては、まあ、佐久先生だから、この論点っていう感じではなかったんですね。その意味では、試験員の個性がね、まあ、埋没してきてるなと。ね、まあ、没個性化、まあ、してきてるなと。 でも逆に言うと民法は本当に、ね、取り組みやすすくなっていると思いますね。あまり試験員の先生の傾向とかねこだわることなくもうさっきも言いましたけどねレッグから出している降格民法のね特に重要度ダブル a とシングル AA2、ね、つと A1 個これをしっかりやればもうここ12年の本試験問題の主要論点全部そこから出てますからだからもう本当に試験員がね誰かよりもむしろねもう皆さんがもうある意味最終的に対決すべきはもう降格民法ですよ。 公家記民法の重要とダブルシングル A これをどれだけの時間で、ね、もちろん他の科目もありますからどれだけの時間でしっかり理解をしさらにはね答案で書けるようにちゃんと論証も覚えるかと最後はここに行き着くかと思います。ね、じゃあちょっと続けますよよいしょで、まあ、今年の、ね、2018年の論文本試験の問題の、まあ、受験する皆さんの反応と結果ですね。で まず、一つ目、一番目、まあ、試験終了後ですね。私ね、十二時で民法終わって。で、皆さんがね、試験会場から出てこられて。で、いろいろね、個別にいろいろお話をしたんですけど、できたとか。簡単でしたとか。あと、レックの当連から全部出ましたって、そういう嬉しいね、感想までね。あの、話してくれる受験生が多かったですね。でも、次、しかしと。ね、蓋開けてみると。この全受験生の平均点が。去年よりも。これ。 四十八点五、今年四十三点四、う四十三点四ですね。約五点も下がっている。だから、まあちょっとね申し訳ないですけど受験生の皆さんがね言うほどそれほど受験生できてないね出来は良くなかったそういうことですね。で今度三番目で今の二番目にも関連するんですけど、まあ今年典型論点がねもう出てます。だけど典型論点イコールみんなできるねみんなが書けるということじゃないよ。 これ私いつも申し上げてますね。いろんなところでね。ということが、まさにストレートに当てはまる。そういう結果だったんじゃないのかな、ね。私いつもいろんなところでね、申し上げてますけど、典型論点ほどね、ちょっとしたミスでね、大きな点差がガーッとつきますから。逆に難しい問題の時の方がね、本当に差がつきません。みんなできませんから。で、鑑定試験っていつも申し上げてますけど、どこまで行っても相対評価です。ね、例えば、自分がある科目でね、100点満点で、例えばですよ、40点だった。ね、自分がある。 あの論文の科目で100点満点の40点だった、ね、点数自体はもうなんかね昔の高校で言うともう赤点切りギリみたい点数でしょでも他の全受験生が39点以下だったら自分はその科目一番ですよトップってことねだからこれは忘れちゃいけない大事な視点ですねどこまで行っても他の受験生よりもちょっと自分が上行けばいいんだなでこういうのをしっかりと意識なさってくださいで特に典型論点の時ほどねもうやっぱりみんな勉強してますから 大抵1回はねやっぱり当連で書いてあるとかしてますからやっぱみんなそこそこ書いていくんですよ論証を。その時に自分がねいくつもこうね表現ミスをしてね失点をしてしまえばガーッと簡単に本当点差が開きますから典型論点ほど要注意ってことこれは肝に銘じてください。で私よくちょこちょここれもお話しするんですけどえっ、ー、とねうちから何年ぐらいかな 3, 3年ぐらい前かなあの論文に受かったある合格者の方がね意味軸もおっしゃってたんですけど。 その方方非常に優秀な方ですで。論文にね短期で受かられたんですけどその方がおっしゃってたのがねあの論文本試験会場の時にね優しい問題が出た時ほど手が震えたっていうんですよペンが震えた逆に難しい問題が出た時はガッツポーズしたっていうんですよ受験会場で皆さん分かりますかこの感覚がこれが論文に受かる人の感覚なんですよ優しい問題ほどみんなできる。だから慎重に慎重になるある意味手が震えるってよく分かります 逆に難しい問題であればみんな書けませんから点差が開かない。だから自分が分かる範囲で書けばいいってこと。いいですね。もし今皆さんこの私の話をお聞きになってね逆の感想逆の印象を持った方ね要するに優しい問題ほどガッツポーズして難しい問題の時ほど落ち込んじゃうそういう感覚だった方はちょっと修正をしてみてください。いいですね。でちょっと続きますよ。で来年度。 2019年の対策ですね対策について一応私の方でねこんな感じでちょっとざっくりとまとめてみましたで一応ですね12そして33、ね、つに一応分けましたまず一ですけども、まあ、今回のねあの民法の点数今年ですね点数が平均点さっき申しましたけど43.4に達しなかった方平均点いかなかった、ね、この方は申し訳ないですけど絶対的な基礎力不足です いいですね、従いまして、ね、レックの高格民法で論点の勉強をやるだけでは不十分ですできれば今一度ねレックのあの機関講座である合格基礎講座等のねインプット講座をねどっかでこう聞き直してほしいですねで別にねあの倍速で全然構いませんから1.5倍速ぐらいでも私のこう私結構のんびりしゃべるんでね結構1.5倍速でも聞き取れるかなと思いますんでねでそれに対して今度2番目ね 今回の民法の点数が、えっ、ー、と、平均点から、えっ、ー、と、平均点以上ですね。で、あと60点未満の方ですね。この方はね、まあ、かなり今回戦、戦えているわけですね。でも、まだまだちょっとね、論点の理解と論証が、まあ、ちょっと不十分かなという感じです。従いまして、効果家のね、さっきも言いましたけど、重要度 WA とシングル A の論点の論証ね、もう一回、しっかり効果家のね、まあ、熟読、あるいは精読、 要するにあのね一文字一文字しっかりね意味を考えながら読むってことこれを「熟読」とかね「精読」って言うんですよで論点の理解に努めてみてみくださいで理解するっつってもね完璧である必要ないです別に皆さん法律家になるわけじゃありませんからですからこういうことかなここの表現はねこういう意味かなっていうそういうざっくりとした、まあ、6割程度ですねイメージでいくとイメージでいくと6割ぐらいのざっとくりとしたあの理解で構いませんから。 ちょっとそこまでの理解はね、ちょっと努めてみてください。で、それと同時に、やっぱりね、最後は論証を覚えてないと書けませんから、論証の暗記もね、あの、キーワード中心で構いません。あの、高書民法でいけば、あの、ゴシックになってますね。あの、太字になってますから、ね、キーワードが。ああいうところ中心で構いませんから、論証の暗記もね、最後怠らず頑張ってやってみてください。で、あと、今度3番目。今回の点、得点がね、60点以上って方ですね。で、 これね、一応、ま、国交省がね、あの論文に関しては、おおむね、おね6割以上合格点とするというふうにね、み、あの論文についてもね、言ってますんで、まあ、一応合格点というふうに言えようかと思います。ね。ですから、ま、基本的には自信持って、あの、前年のね、勉強方法をね、またね、踏襲していただければよろしいかな。ただね、私の周りでも結構何人かいらしたんですよ。民法で70点取りました。ね、論文ダメだったけど、70点取りましたとかっていう方もね、結構いらしたんですけど、油断しないで。 ね、あの本当まあたまたまったら失礼だけど、ね、一応今回問題との相性が良くて取れたってことも十分ありえますからですからそれはもうご自分の中で分かってると思うんですよ今までのレッグの倒れ等でね、まあ、そんなに高得点取れなかったけど蓋を開けてみたら結構いい点数だったなでもちろんそれは、ね、あの自信は持っていいけどでもそれは過信にしちゃだめですよ過信も駄ね。どこまでも謙虚に、ね、やっていってください。ですねこういうところです。 で、あと、ちょっとですね、この、まあ、皆さん、ね、この丸1、丸2、丸3、すべてのね、あの、方に当てはまることですけど、次の4番ですね、こちら、これもね、ちょっと、これ赤字にして、ぜひ皆さんに今回ね、しっかりお伝えせねばという気持ちでおります。どういうことかというと、答案に書けない勉強はやらないでください。ね、あの、論文式試験っていうのは書面審査ですから、答案上の記載でしか評価されません。ね、皆さんの頭の中までは評価されません。 結局答案というあの紙切れに表現された文字でしか評価されません、ね。だから逆に言うと「答案にかけない細かい勉強は無駄ですよ」「やんないでください」ってことこれも大事なポイントですね。で特にににこれは民法に限らず論文4科目に共通する大事なポイントだろうと思いますともするとね結構一生懸命理解して、ね、で一生懸命なんだろう覚えてで どうせ他の受験生ここまで書けないだろう俺だけだぞってね一人ちょっとこうほくそえんでねだけどそれ実際2時間っていうね限られた時間内しかもあの限られた2枚のね答案用紙に書けますかってこと書けますかどんなにね詳細な知識を仕入れまたどんなに掘り下げた深い理解をしてもね2時間っていうね限られた時間内であの回答用紙で表現するっていうのは本当難しいと思います。 実際それ今年皆さんもう既に経験されてると思うんですよ。本当難しいでしょ。あんだけ勉強したのに意外と書けなかった。おそらく大半の方がそういう印象を持ちたと思うんですよ。ね。だからなおさら、もうんだろう。本当に細かい知識だとか、深い理解だとか、仮にそれができたとしても、答案に書けないんであればゼロですよ。も,もっと言うとマイナスですよ。その分の時間無駄ですもん。いいですね。 だから、常にね、これからね、また皆さんが2019年に向けて各科目の勉強を進めていく。その時に、常にね、常に今目の前にある知識は答案で使えるのか使えないのか、この取捨選択をしっかりやってください。私、あの講義の中でね、もう大抵その辺触れます。この、ここの知識使うよ。論集で使う。だから覚えてね。ね、ここはいいよ。答案で使わないからね。私はそうやって必ず色分けして喋っていくんですね。皆さんも普段ご自分でね、勉強になさるときはね、 目の前の知識果たして本当に答案で使えんのかあの答案で書けるのかそれはしっかりと吟味しながら勉強してくださいそうすると意外とね答案に書けないいことって多いそうすると自然的に自分が勉強すべき範囲も絞れますから無駄な勉強しなくていいってことこれはぜひねあの意識なさってくださいとですよまた他の人に「差 a s ようここの論点掘り下げんだそんなねいらない。 特に民法なんか絶対いらない。そんなところで騒がない。いいですね。で、この後ですね、ちょっと皆さんにですね、こちら、ね、民法では大事な、いわゆる三段論法。ちょっとここでね、確認をしておきたいと思います。三段論法、ね、まず、これ、一番目、問題提起をします。で、二番目、規範定律を書きます。そして三番目、ね、事例に当ためて、具体的な結論を導きます。 こうやって三段階に分けて論ずる。これを三段論法って呼んでます。三段論法。ね、で、ちょっとここにね、書きましたけど、まず一番目の問題提起。ここは、抽象的な表現。あるいは、ね、場合によっては具体的な表現で書いても OK です。ね、この後ちょっと見ていきますけど、ここね、これ一行目、重物って言葉。 ね、これちょっと抽象的な表現ですけどもこの後ねちょっと見ていきますけどもここ仮に「畳」とか縦具、ね「縦」ぐこの当てはめのところに書いてありますけどこの言葉で問題提起書いても OK です。で2番目規範定律ここはねもう規範ですから条文と同じく抽象的な表現で書くのが鉄則です例外のない鉄則ですからしたがってここねまた後でちょっと詳しく見ますけど、ね、ここは重「重物」「重物」っていうこういう抽象的な表現で書くのが鉄則です。 ここ間違ってもこの最後の畳とか建具っていうこういう具体的な名前をこの規範定理で使っちゃダメですよ。もうちょっと言うとねまた後でもお話しますけどもね、表意者とか相手方とかね、第三者とかね、土地、建物とかこういう抽象的な言葉を使うっていうのが鉄則です。2番目の規範定理では A とか B とか高土地とか落つ建物っていうね問題文に挙がってる具体的な名前を書いちゃダメってこと これもう一回しっかり確認してください。この後ちょっと掘り下げてみていきますんで。で、最後。ね。ここは当然当てはめですから、具体的な表現だけです。逆に言うと、ここで、ね。畳とか縦具って書かないで、重物とか書いちゃダメなんですよ。ね。これが三段論法。ね。で、ちょっとこれ、どういう論点か。ね。ちょっとこの後、こ実際にこう書きですね。使って、ちょっと皆さんにね、三段論法ってこういうふうにあるんだよ。ね。ちょっと改めて確認をしておきたいと思います。で、 こちらですね、ちょっとご覧いただきたいんですけども「甲家県民法の」のよいし67番ちょっとこれ一回見ときますねもう既に勉強したよって方ねあるいは何かあったけどまたちょっと不十分なんだって方ちょっと一回ねお付き合いくださいでタイトル「定当権設定後の重物に定当権の効力が及ぶかと」といいですね。もうこれはもう腸がつくくらいの、 ね、基本論点典型論点ですで WA ねもう2019年出ても全然おかしくありませんねちょっと注意はしといてくださいでちょっと事例からいきますクエスチョンね A は B からこれ図見てくださいね A は B から金銭借り受け、ね、B からお金借りた A がねで自己所有の高建物に抵当権を設定したいいでしょこれねこの貸金債権を A が担保するために自分が所有している、ね、この高建物に B のために抵当権を設定したとでその後 A は当該建物に畳建具を搬入し設置をしたと。だから定当権設定後ってこと。いいですね。でこの場合定当権の効力はこれら畳建具にも及ぶかと。ね。これがこのいわゆる定当権設定後の重物に定当権の効力が及ぶかそういう論点でしたね。でちなみに次ね。なお畳建具は建物の紅用を助ける独立のものであることからね。 建物は主物畳と建具は重物に当たるが、ね、下記の論証はその認定を前提とするということで、ね、これ論証がついてますけどもただこれ本番ではね本番ではこれきちっと自分で認定して、ね、この畳建具が重物に当たるという認定をしてください、ね、これはその上で次の問題提起ですねこの重物が,、ね、重物がこの三百七十条の深い大物に当たるかと、そういう流れで書いてほしいんですね でちちょょっっととこの図ちょっと頭入れいいてくださいね B がこれですまあまあ関係ないと銀行ですねお金を貸した A に貸金債権、ね、で A がこれを担保するために自分が所有している高建物に B のために定当権設定したで設定した後に A がねその所有している高建物の中に畳建具を設置した果たして B のこの定当権の効力がこの畳建具にまで及ぶのかということですねでさっきのところ戻りますよこちら でままず一番上ね問題提起からいきます定等権設設後にに建物物搬入設置された住物これさっき言ったように「畳」「縦ていく」って書いてもいいんだけどただこの論点に関してはね次の規範定律のところでこの「重物」は深い一体物に当たるかってこういう流れで書いていく関係でね一応ここは「重物」っていうふうに書いてください。ね設置された重物さっき言ったようにもう認定ね一応実際答案では書いてくださいね。 効果ではね、もう一応認定っていうふうに書いて認定したって書いてありますけどで従物に定等権の効力が及ぶかと重物は主物と物理的一体性までは有しないため深い体別ね370条で本文ねにあたるかが問題になるとこれが問題提起です問題提起いいですねで特にここ370条しっかりと意識してください、ね、あつでも言いますけども特に論点勉強する時はねこれ何条の論点かね条文が何条なのか これを意識することが非常に重要ですからね。この本、本件の論点をね、この論点に関しては370条ってことね。これが問題提起。次、今度、三段論法の二つ目、キャンテー率。で、さっきも言いましたけど、ここは抽象的な表現で書きます。従ってここね、ここはこの赤字ね、赤字でちょっと大きくしましたけど、ここは重物って言葉必ず使ってください。ここは何回も言いますけど、さっきのね、これね、畳とか縦具って言葉は使っちゃダメですからね。 ここうこういい抽象的な言葉でいきますよ。この点重物は深い一体物にあたりその設置時期を問わず低等権の効力を及ぶと解するとこれがね通説ですねこれが通説の考え方です。いいで,す、ね、で理由付け「なぜならと」と低等権は目的物の交換価値を把握する価値圏たる性質を有するものである以上、ね、この価値圏価値。 これがキーワードでしたね。不可一体物には物理的一体性を有するものだけでなく、広く価値的、経済的一,定一,定一体性を有するものも含むと考えられると。とするならば、主物と価値的、経済的一体性を有する重物にも、低等権の効力が及ぶとするのが370条の趣旨に合致するからであるということです、ね、このね、これが理由付けですね。で、最後、当てはめ。で、当然ここは具体的な表現だけだよということなんで、 定等権設定後に搬入設置された「畳」「縦具」に対しても定当権の効力を及ぶとこれが三段論法いいですねとにかくこの2番目の規範定律は抽象的な表現で書くってこと具体的な、ね、名前を書いちゃ駄目ですよで逆に最後の3番目の当てはめこれは当然当てはめだから逆にここは具体的な表現だけだよこういうのをきちっと踏まえてくださいこれが法律の文章の鉄則です三段論法 これを知らないい法律学者いませんこれを使わないまた知らない法律家もいませんだから法律の世界ではこれが常識なんですよで合意にいれば強引に従いですからね皆さんは別にね法律家になるわけじゃない鑑定士になるわけですけどもでもやっぱり法律の答案書くんだからね法律家を一般に使うこういう三段論法をきちんと踏まえてください必ずこれは採点者も見ますから必ずね やっぱり点差となって現れるはずですから。よしですね。で、次。で、今度ね、もうちょっと行きますよ。もうちょっと掘りすぎて。今度はね、おそらく結構、この辺で皆さんお聞きになりたいかな。効果家の使い方ですね。使い方。こちらをちょっとお話をしておきたいと思います。でね、できれば <laughs>、これ、3色のマーカー用意してください。色分けをいたします。色分けをします。で、一応、ここにね、私ね、 問題定起これはピンクで次の2番の規範定律ですけどこれは結論と理由を分けます色を分けますこれがポイント勉強する時のポイントなんですよでまあ何色でも本当はいいんですけどね結論は一応緑にいたしますねで理由が青ねで最後当てはめこれは覚えるところじゃありませんからねちょっと一応ね3色用意してみてくださいね別に何色でもいいです何色でもいいですでさっき皆さんにねこうかけ67番をご覧いただきました これを実際に色分けするとこういうふうになります。67番ねこんな感じ。いいですね。でできればですねできればこの効果殻のさっきも言いましたけどダブル a 重要度ダブル a とシングル A、ね、重要度上位2つ、ね。もう B とか C はやんなくていいですからね上位2つのダブル A とシングル A についてですね皆さんどっかで時間見ながらね ご覧のように、まず色分けやってみてください。色分け。また勉強。いや、先生、勉強進んでないよ。いいんですよ。まず先にこうやって形から入ってみてください。いいですね。で、ちょっと大きくしますよ。まず問題提起ですね。ここ問題提起の上から二行目。抵当権設定後にね。この建物に搬入設置された重物に抵当権の効力が及ぶか。 で、重物は主物と物理的一体性までは有しないため、深い体物にあたるか問題になると、これが問題提起。ここはまあ一応ね、私ピンクでマークしました。で、次。この二番目、三段論法の二番目の規範定率ですけども。ここはさっきも申しましたようにね。結論と理由は分けとしいんですよ。結論と理由は分けとしいの。で、一応ここ結論はね、緑にしました。重物は深い体物にあたり。設置実況問わず、抵等権の効力を呼ぶよ。これが通説の結論ですね。 あと理由付けがこのなぜならから最後のからであるとこちらいいですねでもちろんこの最後の当てはめは塗らなくていいです、ね、さっきもご覧いただきましたけどここね当てはめこれはね覚えるとこじゃないんですよ考える箇所ですからいいですねこれ効果器使ってる方もね当てはめも一生懸命覚えちゃダメですよこれなんでかというとこれあの事例が変われば当然当てはめの結論も変わりますからだからここは考える箇所であって 覚える箇所じゃないってこと、ね、覚えるべきは問題提起とあと2番目の規範定律の中の結論と理由、ね、特にこの規範定律は必ずこの2つに分解してください、ね、それがこちらいいですね結論と理由でね私も結構ねもう長いこところ民法のね、まあ、鑑定士のこの民法の受験指導ねやらせていただいてますけどやっぱね正直言うとね 皆さん、ここに力入れるでしょう理由付け。理由付け。中には反対説触れたりとかね、全然いらないですよ。ね。あと、理由付け二つも三つも書いてるとか、もう全然いらないですよ。ね。皆さん、結構理由付けにね、力咲くと思うけど、本当に一番ね、その理解が出るのは、ね、その受験生のその当該論点に対する理解の差が出るのは、ここなんですよ。問題提起。 これ見るとね、本当にその人のその論点に対する理解がはっきり出ますね。さっき言ったようにちゃんと条文を示せるか。あときちっとね、こういう、ちょっとお聞きしますよ。ここね。重物は主物と物理的一体性までは有しないため。これがいわゆるこの論点の問題の所在です。問題の所在って私これもいつもいろんなところで言ってますけど、その論点が生まれる理由です。なんで論点となるのかってこと。 ね、これ、重物は主物と物理的に別々ですよ。別々。だから、この深い体物っていう文言に当たんないんじゃないの。ね、深い体物、文言、普通にフラットな目で見ると、なんかもう物理的に一体。そういうものを指しているように読めるでしょ。だから、この論点が出てくるんですよ。重物は主物と別個。だから、果たして深い体物に当たるのか。こういうね、本当にその論点に対する理解を示せるのが問題提起なんですよ。 特に私が今申し上げた、その問題の所在、ね、いわゆる論点となる理由なんかも、問題提起のところで絡めてね、あまり長々書いちゃダメですよ。バランス悪くなるから。さりげなくね、書くことによって、もうその論点に対する深い理解を示せますから。採点者間違いなくね、あ、こいつやってるな、見てくれます。断言します、これは。いいですね。だから、しっかりと、特に問題提起、ね、これ押さえてください。で、やっぱりね、 ある程度勉強してる方でもね、問題提起はいまいちで。だけど、理由付けはね、このキーワードしっかり覚えて書く人がいっぱいいます。でも、問題提起がいわば、例えて言うなら的でしょ的がずれ、ね、ぶれてんのに、弓をね、引いたってこれ当たるわけないじゃないですか、矢が。矢がどっか飛んでっちゃいますよ、これ。そういうこと。だから、問題提起がいわば的。的はしっかりと固定せねば。いいですね。 ここで本当に実力わかりますから。で、結論はもうね、これ極端なこと言うと、二つ一つですよ、これは。ね、一応まあね、もちろん、皆さん当然準備としてはね、準備としてはちゃんとね、その通説なり判例のね、こういう効果的に上がっている結論しっかりと自分の説にしてください。ね。で、あと理由付けは、本当にね、場合によっては取ってつけたような理由だってね、丸つくんですよ。もちろん、だからといって初めから手抜けって言ってんじゃないですよ。私はこの論証 ね、とにかく絶対覚えてほしいのが問題提起結論そして理由。ね何か別当てはまる何か覚かなくていいですからねこの3つとにかく色分けをして本番までに本試験までに当然理解が前提ですよこのあとまたお,お話しますけどしっかり理解した上で覚えてほしいこれはもうやってほしいんですよただその中にあってねやっぱりじゃあこの3つ 問題提起結論理由の3つの中でどれが一番大事かってらのは間違いなく問題提起ですよ問題提起さっきも言ったけど場合によっては結論これねどっちでもいいわけですよ共通のこと言うと認めるとか認めないとか含むとか含まないとか場合によってはもし論証ぶっ飛んじゃっても本試験会場でえー、こっちでいいやって感じで二条択一でしょであと最後の理由なんかもこれもねあのラインは絶対しないでほしいんだけど場合によってはねもし本試験会場でその理由付け一生懸命言っとぶっ飛んだ場合ですよ 一応ね、あの危機管理ということを話しておきますけど場合によっては公平でもいいわけですよ。だって民法は私人間の公平を図る法律でしょだからこのように監するのが公平に資するからであるとかあるいは公平に適するからであるこれでもいいですよ。まあぶ、まあ、V サイトちょっと難しいかもしれないけど一応丸はつきますよ間違ってないもん、ね。だからそうすると問題定義だけは絶対ごまかせないんですよ結論と理由は場合によっては現場思考で。 ね、どちらかねいかがねっでももちろん何回も言いますけど事前の準備としてはしっかりとこの3点問題提起結論理由これはしっかり理解した上でしっかりと覚えるやってください、ね、だから一応これね戻りますけどもよいしょこの3つ、ね、これはしっかり色分けして全部ねさっき言ったようにダブルエイトシングル A だけですよもちろん全部って言ってもね これどっか時間見ながらね本当にちょっと勉強疲れたな、ね、そういう時でいいですから色分けしてみてくださいこれ色分けするだけでもね気持ちちが落ち着くと思いますよどういうことかというとあこの論点結局こういう構造になってんだな論証がこういう作りなんだなっていうのが分かるしあと最終的にこの色分けしところを覚えればいいんだなってことで自分の最終目標がもう目で見て分かりますからそうするとやっぱ人間って落ち着くんですよ そうじゃなくてね最終的にこの論証どこ覚えたらいいのか分かんないな不安でいるよりはねもう視覚化する、ね、自分が覚えるべき対象を視覚化することによってやっぱ精神的な,あの、ね、なんていうんですかねこう安心も得られますからぜひあの勉強の合間ねあのすごく集中勉強が集中できる時やっ時ゃダメですよこんなね,ねこんな作業ねぜひもうくたびれたなとかね机向かうの面倒だなってそういう時やってみてください色分けできれば3色。 ね、色は任せます。皆さんのお好きな色を使ってください。ね、じゃ、戻りますよ。こちら。ね。こちら。まあ、ぜひね、色分けをしてみてください。あともうちょっと突っ込んでお話します。ちょっとこちらね、続きご覧ください。あと、論点を考える場合のポイント。私がね、常々大事だなと思っていること。もう、さっきからね、お話してますけども、まず一つ目。常に条文からスタートをするっていうこと。これは。 心がけてくださいね。あの法律ってどこまでいってもやっぱ条文なんですよ。学者だってやっぱ常にやっぱ条文からスタートするんです。だから論点勉強するときもね、いきなりここね、いきなり論証から入っちゃダメですよ。ここから入る人がほとんどでしょう。はっきり言いますけど、これは違うって。何条の論点が考えるってこと。いいですね。で、さっきもご覧いただきましたけども、こちらね。例えばこの低当権設定後の重物に低当権の効力を及ぶか。 この場合であればねさっきも言いましたけどこちら三百七十条の深い大物これですよいいですねまず条文から入るってことこれねぜひ肝に銘じといてくださいね。あの条文離れてね特にもうちょっと言うと条文離れてねあの答案書く方結構いらっしゃるんですよ今私ね一生懸命いろんなあの当連の答案皆さんのね採点してるんですけど一回もね 条文番号出ててこないいたままにあるんんでですすよもううう私その空空中中っ全然条文触れないでもう空中でねドンパチやってるこれ空中線って呼んでますけど空中線は評価されませんどこまでも条文、ね、条文の文言に絡めて、ね、やってくださいであとそうですねこの原則不都合理論構成これもね私普段ね講義の中で皆さんにお話ししているかと思います 原則不都合理論構成この三段階の流れですねこれもぜひね意識なさってくださいこれも大事ですね特にこの原則不都合理論構成この三段階の流れねこれ法律みんなそうなんですよ民法以外の法律もそうですけど特に民法はこの流れであの論点を論章する機会が多いですね ですから皆さんの中で既にね、ある程度、高掛け民法を読み込んだよって方は、あこの流れ、原則、不都合理論構成、結構この流れの論証多いな、お気づきになっていると思います。で、こういうの普段から自分で意識するようになるとね、まず原則論だけ分かれば、あと自然とも自分の頭の中だけで、論証がもう、こう、芋づる式に出せますから。そしたら本当に民法面白くなりますよ。暗記の科目じゃない。考える科目に変わるんですよ。いいですね。 原則不都合・理論構成、ね、例えばちょっと1個ご覧いただきますとやっぱりこれもこう書けですけども21番こちらねこれ代理人の権限乱用っていうこれもやっぱり WA ですね。2019年に出ても全然おかしくない、ね、こちらでこちらの代理人の権限乱用ちょっと論証だけ見ていただきますと規範定律ですねこれもやっぱりちょっとお聞きしますよ。ここの123行4行これがまず原則論です。まずからである で次とすると不公平であるこれが2番目の不都合性で最後そこでと、ね、93条の類推適用、ね、これが3番目の理論構成ですこの原則不都合理論構成でこういう視点でね論書を考えるよう、ね、そういう癖も身につけていってください。であとこの丸3ですね今ねご覧いただいてますけどこの代理の権限乱用なんかがまさに あの一番ね典型なんですけど実は事例ごとに、ね、論点の種類を覚えてよくねあの事例見てこれ何が論点かわからなかったって方結構いらっしゃいますいわゆる論点落ちですね論点落ち。で鑑定士の民法ってねまず論点さえ拾えれば大体合格点つきますね今までの皆さんの点数拝見していると。論点さえ拾えば。 だから、とにかく論点落ちだけは防ぐ。これはぜひ、あの、意識なさってください。論点さえ拾ってればね、その後の論証が多少したたらずでも、また知節でも結構点数つくんですよ。また逆に論点落としちゃうとね、どんなにね、その周辺部分書いてもやっぱダメですね。いい点差ついてない。だから、とにかく論点を拾う。その意味でね、その意味で、こちらね、ちょっと見てくださいね。 例えばこの代理人の権限欄用。もうこれ皆さん勉強されてますよね。これキーワードはこれですね。代理人、代金、着服。これですよ。ね。代理人が代金着服。ときたら代理人の権限欄用。あ、93条ただ先の類推適用だったな。こういう形で、事例で論点を覚えていくってこと。そんなにね、今の本試験ね、 あのこうんだろう,こうエキセントリックな事例出ることはもうまずありませんもう典型的なねもうあの事例で出てくるからだからこういう効果期に上がっているようなねもう典型的な事例でこういうことキーワードで論点を覚えていくそうすると事例見るとね事例見るとあ誰に権限あ代金着服あこれね権限乱用だなこの論点名が浮かぶようになりますからねそういうことねこういうのもぜひちょっと意識なさってみてくださいいいですね であと最後思いつくままにねちょっとねいろいろ私随分しゃべってますけども最後ねちょっといろいろ最後ですねちょっとまあちょっと別に言い残すわけじゃありませんけどちょっと皆さんにねお伝えしたいことが難点がございます。でまず1つ目自分の手応え主観とあと今回国交省からね皆さんのもとに届いた成績通知の点数、ね、客観とのギャップが大きかったって方もいらっしゃるかと思います。もっっとできてるはずだったのになって 思ったほど点数伸びてないなそういう方は結構いらっしゃるかと思いますで、こういう方は気をつけてください要するに自分の答案の感覚と国交省の採点基準がずれているんですよで、その場合ね、どうしたらいいかというと今年皆さんが実際本試験で書いたね、ご自分の答案2つちょっと再現してみてくださいで、答案構成でも構いませんね答案。ざっくりとしたね過剰書きの答案構成でも構いませんからで、それを見てね、実際どこが良くなかったのか これをメモ帳に書き出してくださいいいですねあの頭の中だけで考えても駄目ですよちゃんと、ね、あの目に見える形で書き出してほしいんですよでこれから1年間勉強のね折に触れてそのメモ帳を見るってこと目を通すようにするってことこの可視化ですよく可視化って言いますね自分の目で見るってこと頭の中だけでダメ不十分です、ね、忘れますから。 で、これくらいやらないと、なかなかやっぱね、自分の答案の癖って治んないですね。そういう方、結構いらっしゃいます。もうやっぱり、うちに通ってくださっている方の中でもね。まだ、あこの人、まだ浮かんないのかな。で、見てると、やっぱりね、私は一生懸命赤ペンでね、ここ直した方がいいですよ。コメントしてもね、全然治ってない。やっぱり、それでは点数は伸びていかないです。やっぱり講師からね。例えば、答練で指摘された箇所は、素直に直す。そういうのは、やっぱ大事ですね。 そうやって自分の弱点をやっぱり修正していけないと埋めていかねばいいですね。であと2つ目。で、東連党でね、まあ民法の答案を添削すると、熟流の表現。で、ちょっと丸一も関係しますけど、熟流の表現で書く方結構いらっしゃるんですよ。全く評価されません。知っといてください。ね。もう民法というのはね、今回、まあ、あのね、あの120年ぶりに改正されましたけど、ね、逆に言うと百十120年歴史があるんですよ。 で、まあ、先人っていいますかね本当に優秀な民法学者あと最高裁のね裁判官から調査官から本当に優秀な人たちがもう今まで作ってきたいわば完成した世界なんですよ、ね。それに対して大変申し訳ない言い方ですけどわずかに民法ね、まあ、勉強しただけの受験生がね自分の見解を展開するなんてそんな余地ありません。ね、ある意味この試験ではねその先人の作った定義だとかねあるいは表現ですね 言い回しこれを借用して答案を書くに過ぎないんですよ実際の民法の試験これす。あの試験でもそうですよこれ、ね、だからその意味でレックの教材に載っている表現、ね、これは優秀な学者の本からあるいは最高裁の判例の言い回しとかをねあの引っ張って作ってありますんでこういうのを是非ね答案でも使うよう心がけてください。であと最後ですね2018年にレックから、ね、短期合格した ちょっと一応 A さんとしますね。名前を伏せます。が、この今年の論文本式の直前のね、レックの公開模試で実際に書いた答案、この後ご覧いただきます。で、短期合格者でもここまで書けるのか、ね、逆にまあここまでしか書けないということをね、まあ、ちょっと皆さんに外で知っていただきたいんですよ。なかなか普段ね、この合格者、ね、した方たちの答案ってなかなか皆さんにね、ご覧いただく機会って少ないんでね、今回ちょっとそういうふうな形でやらせていただきます。で、国土交通省は短期合格者の排出をかくね、 掲げているっていうことこで、まあ、国交省がね求めてるレベルを知る上でもね短期合格者の答案っていうのはね格好の教材となるんじゃないかなそういうふうに私は思ってますんで,、ね、でちょっとね、えー、とレジュメですね皆さんの中にはねもう実際これ受けたよ、ね、今年の論文本試験直前にねレックのあ受けたよとういう方もいらっしゃると思いますちょっとその時のね内容ちょっと思い出しながらねちょっとご覧になってみてくださいこちら。 今年ののの全日本論文公開模型試験、ね、民法第一回問問目の問題でしたでちょっとざっくりいきますよ。A は B 銀行から2000万円の融資を受け、ね、その貸金債務を担保するために事故の所有する高土地及び、えー、とその上のおつ建物に共同抵当権を設定し共に登記もグビしたと。でその後と A は高土地に莫大な費用をかけて庭石を設置して庭園を作ったと。 その結果 A は資金繰りに給するようになり、本件貸金債務の弁済を怠ったため B 銀行は高土地及びその上の落ちたともに設定された共同抵当権を実行することにしたと。ここで難しくないでしょ。で、以上前提に以下の説問を答えなさいと。で、説問1ですね。この場合、本件権庭しに高土地の抵当権の効力を及ぶかと。さっきやりましたね。高価計の全く同じ論点です。いいですね。こちら。 一応図もねここにちょっと乗っけてありますけどももう皆さんこれ事例ね今私ねざっと読み上げましたけど全然事例ね頭に思い浮かべるのは難しくないかなって感じですねでちょっと続きますねで効力をぶかまた C が A から本件庭書を買い受けて高都市から搬出したああ分離物だなね工事の衣装の理論だな皆さんすごいお気づきになりましたねね また気がついてください、ね、で B は C に対して廃止された本件2枚書 A のもとに返還するよう請求できますかこれが説問1ね。で説問2その後と落ちた建物への定当権設定前から A の行為で落ちた建物をたとで借りていた C がね競売を妨害する目的で落ちた建物ねこれ先ほど上で見たようにこれ定当権設定してますからねこれを壊し始めたと。でこの場合 B は C に対してねこれ定当権じゃね。 定等権者 B が C に対して定等権侵害害基づく損害賠償請求ここは妨害はるじゃありませんからね弁償しろっていう損害賠償請求できますかでまた B が C に対して抵当権侵害に基づく損害賠償請求を成し得るとして定等権実行前に損害賠償請求成し得るかってことでもうもう超がつくから典型論点がずっと並んでるでしょ、ね、結構ボリュームありますけどねだって皆さんなんとなくイメージつかみましたかねもう全部 腸がつく典型論点じゃあ実際にちょっとご覧いただきます一応 A さんこれ公開模式で45点をつけましたいきますよちょっと大きくしますねあの一応ねちょっとお断りしておきますとあのこの A さんが実際に書かれた答案を私ほとんど一言一句たがわずあのパソコンで打ってますでちょっとこれあの脱字があるかなと思ってもそのまま打ってますんでちょっとそういうのを踏まえてご覧になってみてください ナンバーリングもそうです。そのまんま、そのまんま、私パソコンでってますんで。いきますよ。で、だからい、いきなり、これマルチが来るんですよ。これ、なんだろうと思ったら、一応、おそらく、これね、前段って意味ですね。この a. さんが書かれた。ね、この設問一の、まあ、前段効力及ぶか。まあ、前段と後段に分かれてますんで。おそらく、そ、そういう趣旨だろうと思うんですよ。結構、これ生、生々しいでしょこれね。で、いきますよ。一番ね。b. 銀行が抵当権を実行する場合、高土地のみならず。 オス土地上に損する庭石についても低当権の効力を呼ぶかとほんできるでしょで庭石は高土地に付属し高土地の効用を助けるものであるから重物に当たると言えるが物理的一体性を有しているとは言えないこのような重物に対して設置時期の移管を問わず低当権の効力を呼ぶのかということでこれさっきの「高掛」と同じような論証でしょちゃんと問題の所在まで一応触れてるんですよ。 物理的一体性までは有ししないいいっていいでしょうでょ2番こここれ規範定理です今縦1が問題定義ねで縦ちゃんとやっぱ三段論法踏んでるんですよこの人三段論法踏んでますでこの点設置時期の違和を問わず定等権のこ協力を及ぶと解するとでなぜならと定等権は目的物の交換価値を把握する価値権たる性質を有する以上定等ん定等上これ,これがちょっと脱字かなこれ定等地上 だと思うんです、ね、低等状になってますけどね低等状に損する深い一体物の効力が及ぼと370条ちゃんと条文案も書いてるでしょそのため深い一体物には物理的一体性を有するもののみならず広く価値的経済的一体性を有するものにも効力を及ぼすのが370条の主心に合致するからであるとさっきの「降格」と同じような論書でしょやっぱり短期合格者もこういう典型論点書いてくんですよこれは知っといてください。 でそののためと、と。物に対しても定等権の効力を及ぶとでここまでが規範定理です。だからさっきも言ったけど三段論法を踏んだ、ね、場合この2番目の規範定理とは具体名一切出てません。いいでしょこうとしねこんなこうとか押すとか一切出てこないでしょいいですね。で次3番これ当てはめです。ねだからここで庭石って出てくる庭石は従物に当たるためここで初めてこうとちこういう具体名書いてるんですよ。これ当てはめ。 ちゃんとね、短期合格者も三段論文を踏んでます。ね。で、次、今度丸二、これはされは後って意味でしょうね。で、では、B は C に対して反視された本件二倍書を A に変換す,するよう請求できるか。で、2倍は高土地の重物である以上、定等権の効力は及ぶと。これね、きちんと触れてるんですよ。これ、受けられた方に、ね、お分かりだと思うんですけど、まず、この分離物に定等権の効力が及ぶかを書いてほしいの。で、及ぶとした上でそれを対抗できますか ちゃんと二段階に分けて書くっていうのがここはセオリーなんですよ。抵当権、効力が及ぶか。及んだとして対抗できるかってこと。いいですね。効力を及ぶってこと,と対抗できるって別論点ですから。別なんですよ、これは。いいですね。だからちゃんとやっぱりね、触れてるんですよ。この方は。いいですね。こちら。及ぶよ。ね。だが、反出された場合には、抵当権に基づいて、C に返還請求なしよるか、第三者の関係で物になるよ。 で、この2番、規範定理ですね。この点帝等地上に陶器による工事の衣装ね工事の衣です、ね、に包まれている場合には第三者に対抗ねちとんと書いてあるでしょできるが帝等地上に損しない場合には対抗できないちゃんと分けてるんですよこの人効力を呼ぶよ、ね、ということと対抗できるって別論点ですからねでなぜならと帝等権は陶器を対抗要件とする物件たる性質を有する以上 目的物が帝等地上に損する場合には低等陶器による工事の衣に包まれているが帝等地上に損しない場合には工事の衣装に包まれていないからであるとこうしてちょっと簡単ですけどでもちゃんと書いてるでしょいわゆる工事の衣装の理論ですね。で次当てはめ3番「庭石は高土地から搬出されているため B は C に対して庭石についての帝等権を主張することができないそのため B は C に対して返還請求できないと」とちゃんと当てはめで書いてますね。で次今度は質問2 で、B は C に対して、低等権侵害に基づく損害賠償請求を成し得るかと。ね、さっきのこの、今度、説問にですね、損害賠償請求できるか。まず、前段ですね。こちら。ですね。で、この点と。低等権侵害。で、これ340上げた。ちょっと私、これ分かんないですね。これ、物教代の規定ですもんね。なんで上げたのかなまあいいです。に基づく損害賠償請求は成し得ると解すると。で、次のページね。 ななぜならと、低等権は目的物の交換価値を把握する価値権である以上損害賠償請求し得るのが公平だからであるということでまあ一応、まあ、そうかなと、ね、ちょっとおっしゃったらずですけどでもまあでも罰はつけられないですねこれね一応理由付け書いてますね。でなおと損害が発生するというためには目的物の交換価値の下落のみならず交換価値の下落のため債務者が交換価値の下落により債務の弁済をしえなくなったことを、えー、と要すると、まあ、若干これは不正確ですけどね。 要するにあの総債権者がねその債権の,あの満足を受けられなくなった場合ですねその場合は損害ってことでねこれ709条の要件を満たすとことですね、まあ、若干しただれですけどでも一応何とか意味は通りますよねでそのためとこれ当てはめね C の押す建物を壊す行為により A が押す建物により債務の弁済をできなくなった場合には B が C に対して損害賠償請求できると要するに損害ありと709条の要件である損害ありということですね。でだが A は C に対して所有権を基づく損害賠償請求を行使できるので B はこの債権に物証対応すれば足りんじゃないのか抵等権に基づく損害賠償請求権は必要ないのではないかちゃんとこれ問題の所在まで触れてるんですよこれでこの点と結論ね抵等権実効性確保の検知から抵等権に基づいても損害賠償請求を認められるとで今度5番これはダメです ちゃんと番号ちょっとねこんな形で簡単に振ってますけどちゃんとこれ三段論破を一応踏んでるんですよそのため B は C に対して定当権に基づく損害賠償が A が押ちた建物に債務の弁済をできない場合はできるとねもうちょっと多少おっしゃったらですけど一応意味通りますねで最後では定当権実行前に損害賠償をできるかこれもとは正確には損害賠償請求できるかですよねでこの点とこれキャンテリーです 定等権実行前でも債務の弁先が到来すれば損害賠償請求をすることができるなぜならとこの人ねちゃんと理由書いてるんですよこの。これも大事なポイントなんですよ。あの論点の論証の時にね結論書くだけじゃなくてちゃんと理由書いてるなぜならと。ねやっぱこれも大事なポイントですね。ですね。なぜなら この三定は不可能じゃないし請求を認めないと損害が拡大する恐れがあり妥当でないからであるってことで書いてますねで最後は当てはめそのため B は C に対して定等権実行前でも損害賠償、ね、これも請求ですね正確にはねできるよってことでいかがでしょう短期合格者やっぱりね知識はやっぱ少ないですね読んでわかりますよこれはちょっと知識少ないなでもちろんちょっとね理解がねちょっと不十分というかねちょっと表現が不正確な 面も結構あるけど、でも非常にこうスッと読めるでしょう。私が最近ねあの見たやっぱり短期合格者の方のあの再現答案ってみんなこうなんですよ。やっぱり知識は少ない、いっぱい書けませんね。だけどやっぱこうスッと読めるんですよ。これがやっぱりポイントかな。で国交省もこういう答案を間違えるかやっぱ要求してますね。あの知識量じゃないです。知識量求めたら短期合格できませんから。だけどちゃんとスッと ある意味一本の糸のように、最初から最後まですッとこう読んでいける。これが大事なポイントじゃないのかなと思います。また、この後ね、他いろんなね、ポイントについて、また今後いろんな機会にね、またお話ししてきますので、ぜひね、その時また参考になさってみてください。ね、ずいぶん時間経ちました。ね、あの、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。以上ね、私の話は以上とさせていただきます。またお会いする日まで、ね、ちょっとしばしお別れです。